ニンテンドー 2DS は、ニンテンドーが開発した携帯型ゲーム機。2013年10月12日に、北米、欧州、豪州で、同年12月7日に、韓国で発売された。日本では2016年2月27日に、バーチャルコンソールの、ポケットモンスター赤、緑、青、ピカチュウとセットになった限定パックが、 ポケモンセンターなど一部店舗限定で発売された後、これとは別の5色が、同年9月15日に、単品販売された。また、2017年7月13日には、上位機種、ニュー・ニンテンドー 2DSLL が発売された。2020年9月16日、上位5巻、ニュー・ニンテンドー 2DSLL、5巻ハード、ニュー・ニンテンドー 3DSLL とともに、 生産終了したことが発表された。2011年に発売された任天堂 t e ー d 3DS からラガン立体式の通りたたみ機能を削除し、ステレオスピーカーをモノラールにすることで価格を低く抑えた電化版。ソフトウェアは任天堂 t e ー d 3DS よび全世代機、任天堂 d DS のものが使用可能。背面の 3D カメラは残され、3D 写真の撮影は可能。 また、スリープは本体化のスリープスイッチを操作する仕様となり、無線通信はホームメニューの設定で切り替えできる。性能は 3DS と同等であり、ニュー n t e n d ー 3DS 専用ソフトはプレイできない。同様に、ニュー n t e n d ー 3DS に搭載されているシースティック ZLZR ボタンは搭載されておらず、 2DS 向けの拡張スライドパッドの発売の予定もない。また、本体の形状が異なるという理由で、ポケモントレッタラボ法 Nintendo 3DS はに、DS には対応しない。ワンセグ受信アダプタ DS テレビは、基部の足が干渉し刺さらない。液晶サイズは、3DS と同等ながら、3DS とは異なる1枚の液晶を使い、使わない部分を、 カバーで覆う形で2画面にしている。米国任天堂のレジー・フィサメイ社長は、立体映像は幼児に悪影響を与える恐れがあるためと入門用として本モデルを出したとしている。販売地域について、当初は、任天堂ーは 3DS の価格が高いとされる国のみで展開とし、それら国々の事情に合わせた廉価版モデルと位置づけていた。任天堂は当初、 日本でに DS を発売する予定はないとしていた。2016年2月27日からバーチャルコンソールでの初代ポケットモンスター提供開始に合わせてポケットモンスターに準じたカラーバーチャルコンソールにポケモンをインストールする形で期間及び店舗限定で販売された。同年9月1日の任天堂ダイレクトにて通常品として5色が発売されることが発表。 同月15日から販売開始した、ニンテンドーから発売されている通常版。北米では、ポケットモンスター XY、妖怪ウォッチ、マリオカート7の同梱モデルも発売されている。日本においてゲームカードでニンテンドーらしい専用として発売されているのは、アルファユニットのモンスターファインダーのみとなっている。ABCDEF 赤、緑、青。 ピカチューモデルはポケモンが販売元になっている。販売を開始した2013年時点で 3DS が169ドルに対し 2DS は129.99ドルに設定された。その後値段は2015年に99.99 99ドル。2016年時点で79.99ドルで販売されている。任天堂が日本国外の事情に合わせて このような廉価版モデルを販売した例としては Wii の廉価版の Wii mini を発売したことがある。ありがとうございます。